はい、どうもです。こんにちは。千代田光一、スナオカの覚えて帰ってください。今回ですね、リクエスト枠ということで、このダブルミンク族で、行ってくださいということでね、ちょっと行ってきました。はい。この子、誰せ、ゴロニャー子、こいつに関しては初めて使ってきましたね。はい。耐久ゲッターのメダルでやってきました。はい。まぁ、10段階ずつでも十分かなと思いましてね。で、こっちは、まぁ、いつも通りの最強アタッカーメダルでやってきました。まぁ、こっちで、ね、火力を上げて、まぁ、後半、これ防御力の高い、さらに攻撃力の上がった、ゴロニャー語で、とどめを刺すっていうか、まあ、試合を決めていくみたいな流れですよね。で、今回は、まあ、緑と赤、ハーフハンドハーフに振っといて、アタッカー、麦わらに新世界と、まあ、攻撃ぶりでいいんじゃないかなというふうに思います。僕ね、まあ、今回使ってみて、いいなって、可能性特に感じた猫マムシですね。こいつ、なかなか面白いなと思います。受けるダメージ減少であって、結構硬いんですよ。で、こっちの、逃がさんぜよ。これがね、防御力無視で、割かし火力が出るんですよ。まあ、こんなね、この二人の工場コンビのワンチャンある可能性、ちょっと見ていただきたいなと思います。それでは、第1目から、どうぞ。さあ、ということで、第1目から見ていってもらうんですけれども、期待はしないでください。もうそれだけ言っときます。まあ、今回、この犬猫コンビの2連戦をね、お届けします。2戦目の最後の方かな、猫ちゃんがいい動きしてくれるんで、まあ、そこまで、ちょっと我慢してお付き合いください。まあ、とにかくスキル1を当てないと始まらないんですよね。まあ、犬ちゃんっていうのは。で、ここからシャンクス戦ですね、青シャンクス。まあ、青シャンクスはカウンターさえ引かなければね、別に、まあどうってことないっていうか、ここはもう通常合わせでスキル1でビリビリさしといて、で、ここで、ドスコイだ。で、まあ、体力残っちゃうんでね、まあこれ仕方がないんですけど、でもこれ絶対ね、これも見え見えやったんで、まあジャセルでパンパンみたいな。で、この青シャンクスは別にいいんですよ。問題は緑なんですよね。もうあいつはもう、どうしようもならんよ。本当に。僕もね、引っかかってね、通常3発目で振るんかなって思ったんですけどね。振らなかったですね。よくある。手段ですね。僕もよくやってました。ミドルシャンク使った時に。ウェーイみたいな感じでね。で、それでもう吹き飛ばして、ね、相手にならないとか言ってね。本当に、チートなんですけど。で、シャンクス、ね、ハンコク来たら、相手無敵スキルね、やってね、みたいな。マジ、本当にね、あいつはぶっ壊れですよね。で、ここね、ちょ、オリン助けてあげようかなと思うんですけど、僕の技が通用しなかったんで、ちょっと無視しました。で、上やばいやんっていうところでね、来たんですけども、ちょっとこれ無理でね。抜き終わりゴロニャーゴ、まあまあそこそこなダメージをシャンクスに与えて、おそばは逃げられましたね。ステルスでどっかに行きましたね。で、まあこうなったら厳しいですね。僕のもう技は通用しないです、彼にも。で、味方のマムが来たらまたあのね、無敵のビームを放ってくるっていう、もうどうしようもない。マジでね、立ち回りで勝つしかないよね、こういう工場キャラって。明日そういう動画出そうかなって思ってるんですけど、まあね、本当にワンちゃんのいいとこ見せたいですけど、でここね、階段崖からのグイーン行こうと思ったらグイーン来られましてね、これもまたあのシャンクスのビームですね。で、これキングね、しっかり止めて、スキルに当ててみたいな。これでも落とされへんのかっていうね。さすがなキングね、防御力高いですよね。あ、飛んだ後ってね、なんか上がるじゃないですか、防御力が。で、91すらも落とせないと。まあ、ちょっと厳しいですよね。で、ここから、14という絶望的な状況で、上に全員で行っても4対4でぶつかるだけなんで、僕は一人でもね、ちょっとこっちに行って、引き付け役として、こっち出ました。で、ここ見てください。ここ。ゴルニャゴ、ワンパンですね。これなんですかね、攻撃力上がってたから、なんですかね。にしても火力が出すぎてるんですね。クリティカルかな、わかんないんですけど。で、まあ上ね、制圧してくれたんで、まあしっかり、まあ勝ちにつながるみたいな、試合展開ですね。これは良かったですね。うん。なんか、結果オーライっす。だから、あれっすよ。本当に、めっちゃワンチャンぐらいっす。一戦目の途中からね、こんなこと言うのもあれですけれども、犬じゃなくていいよ。猫マムシの相方は。こいつもね、多分チョッパー吸収させたら化けるやつです。絶対に。絶対に化ける。もうわかる。もう、でもちょうどいいよね。その赤属性優先のパーティーにして、ここ秒で解けました、僕とシャンクスは。にして、で、ね、前半に緑チョッパー、もう攻撃ぶりにして置いといて、みたいな。だからもう、いつでもワンパンしてもらえる状態に置いといて、防御だけ引き継ぐ状態にして、猫マムシに引き継ぐみたいな。で、素のね、防御力も高い、チョッパーの防御力引き継ぐ、で特性がある。完成でしょ、これ。クロコダイルもいいんですけど、
っていう。これはね、僕ちょっと見えてますね、ネコマムシのチョッパー吸収バケバケ問題。絶対輝けると思います、僕は。で、こっから、まあ、なんか、超フェスバー来ててね、ちょっと大変な思いをしてるところですね。キングもなかなかに厳しいですね。ここはね、なんとかまあ落とせましたけれども。で、まあ、1-4 という状況でね、なかなかなんですけども、これでね、ブースト2回来ちゃうんでね、よくない展開ですね。で、まあ、まだね、試合は始まったばっかりなんで、犬嵐2回目出してね、もう1回、ね、攻撃力上げようかな、みたいな感じで、生き生きと頑張ってますね。まあ、頑張らないといけないんですけどね。まあ、裏取りの対処っていうものを僕がしっかり見とかないとね。で、ここやっと一発当てれて攻撃力上がって、で、あとはね、レイリー行ってるんで、まあ、レイリーを追おうかなと。まあ、レイリーね、レイリーね、この後ね、ちょっと見てほしいんですよ。僕のね、技が2つ通用するんですけど、え？みたいなね、展開があるんで、ほんまですか？みたいな。技が効かない。ここ。スキル中止だって、スキルに当てても、こんだけなんですよね。落とせてないんですよ。やっぱ10段階で甘いんでしょうね。やっぱしっかり20開けないと、なかなかですよね。で、あとは、猫まぶしに引き継ぎたいんで、ちょっと特攻してますね。まあ、ブーストもあるんで、味方のシャンクスフォローしたいな、みたいな思惑もあるんですけどね。で、こう、無駄回避してるんで、いいところで行こうかなと思ったんですけどね。スキルを被ってしまって、まあ、もったいないことしましたなと。で、あとは、まあ、なんか、ね、ちょうどいい調査来てくれました。もう僕を落としてくるとは言わんばかりにね、最後は暴れて、猫マムシ引き継ぐんですけども、ここからの猫マムシがめっちゃええ仕事する。本当に。残り24秒。まあ、ぼちぼちな展開ですよね。で、ここはゴロネアゴ出して、グイーンいっといて、で、キングと被るんですよ、ここ。で、キングがちょっと押してくれるんですね。ウィーンって。すごい前行ってくるで。で、キングの邪魔をさせないように、ゴロニャゴー！ここで動き止めといて、抜き切ると。いや、これは良かった。マジで。これはもうゴロニャゴにしかできない技ですね。で、最後しっかりジャストハイ入って、肌に留まって勝ちに繋がるみたいな。いや、猫ちゃんいいな。はい、ということで、ミンク族コンビいかがだったでしょうか。まあ、本当に、わずかにワンチャンあったんじゃないかなというふうに思います。まあ、味方のね、フォロー、強かったっていうのも、大きかったんですけども、まあ、でも、ほんと最後にいい子フォローもできましたし、特にやっぱ猫まむし、僕ちょっと、惜しいですね、今回使ってみて。耐久力がしっかりあるのと、火力が出るっていうのが、僕は結構いいなと思います。うん。移動速度もアップするしね。まあ、今回この10段階で、まあ、結構活躍したかなわかんないですけど、まあ、あったんで、まあ、しっかり振ってね、使い慣れれば、こいつは、全然あると思いますね、猫まむしは。で、今回まあ、こっちね、犬嵐ね、まあ、戦闘面は、まあ、そこそこに高いんですけども、まあまあ、別に猫マムシに引き継ぐ意味もないっていうか、まあ、あれなんで、まあ別にね、全然属性は揃えた方がいいと思います。ただまあ、この二人で潜るっていう意味、そのエモさっていうものは、まあ、変え難いなというふうに思いましたね。はい。ということで、今回はここら辺で終わりたいと思います。お相手は、千代田光輝でした。それでは皆さん、さよなら。